隠したいですね、その不都合な事実というのは隠したいというのは国や県の、まあ、あの意向というか考え方ですよね。ただその隠されて犠牲になるのは子どもたちなんですよね。福島県内の事故当時18歳以下であった人たちには、甲状腺がんが、大体、20倍から50倍、全国に比べて多発していて、地域内においてもその多発の程度というのは、ばらついていて、原子力発電所から近いところほど多発傾向が見られるという結果が得られました。甲状腺の多発というものがこの現在避けがたいと考えて、いますように、大きく多発してくる5年後以降に大きく多発してきた時にそれはもう無視をすることができなくなります。それでそうなってしまった時に、認めるというのでは福島県も日本政府も住民の信用あるいは国民の信用を失うことになります。それは非常に、日本政府にとっても福島県にとっても日本国民にとってもそれは非常に、まずい、事態ですので。